じゃこれいけそうじゃないですか。どれ突撃タクちゃんの晩ご飯。すごい世界がちっちゃくなったね、こんな感じ。ロンドンから生放送、放送に変わって、はい、突撃タクちゃんの晩ご飯。森下彩子さんがお仕事で不在の間、タクロさんが知り合いやリスナーのお店やお宅に突撃して、晩ご飯をごちそうになるという企画です。だから先週言ったじゃない、坂崎が結婚してほしい。だったらそれを広げて、一般リスナーのご家庭にも行っちゃっていいじゃないですか。俺そういう番組あるだろう、テレビとかで。晩ご飯いただいて。隣の晩ご飯とか。それになっちゃう。ヨネスケですよ。俺、吉田ヨネスケ。ヨネちゃんになっちゃうの。ヨネちゃんいいじゃないですか。喜びますよ。うん、そう、誰が俺、人んちでさ、いただきますっつって、能天気にご飯いただけないタイプの男だよ。そうですよね。割と。だって、タコさん、お手伝いさんが作ってくれたりとかでもダメなんですもんね。絶対苦手。それ絶対無理ですね。緊張しちゃうよ、お手伝いさんとかご飯作ったご飯って。じゃあ、隣の家じゃなくて、どっかこう、レストランとか食堂に入ってって。うん。ね、それならさ、別に君ら関係ない。俺一人で行ったっていいじゃない。突撃ですよ。君たちが一緒に来ようとするからおかしいんだ、話が。俺の苦しみなんだよ。これから始まるんだ、はい。お前たちそれを楽しもうとしてるのがダメだよ。俺は、だから番組なんかに、そうだよ。俺の一人暮らしっていうか、厳しい生活を番組に取り込もうっていう根性が気に入らない。何でもネタにしようっていうのはダメだ、坂崎もだよ。俺便乗してる。ダメだよ、便乗するの。ダメですか？俺はお前大変なんだから、本当に。これさっきのじゃあレシピで。うん、これ、じゃあこれだけでさ、半年は持たないよ。毎日。電子レンジと出前と。出前、電子レンジ、はい、自炊、あ、自炊入るのこれ。外食。外食。はい。それらで。それらで、うん、やりくりして。組み合わせて。今から予定決めていかないと、タコロさんの得意の、その。そう、予定ね。ね、予定組をやっていかないと。だいたい一応、なんかね、一週間ごとには帰ってくると言ってからね。はい、そうするとね、一週間分はだいたい考えなきゃいけないから、はいはい、まあ一週間のメニューは、献立をちょっと考えようかなと思ってる。だああ、いいですね。月曜日に、チンするものをこうやってね、はい、なんか作ったら、はい、火曜日は、お弁当買いに行く。はい、月か水曜日は、出前をなんか取る。はい、木曜日は、お好み焼きで我慢する。ずっとかやってさ、はいはい、考えていかないと。それで、なおかつやっぱりさ、栄養のバランスを考えなきゃいけないんで。冷蔵庫大きいですか、多分。大きいよ。冷凍庫もでかいです。冷凍庫もでかい。あ、じゃあ結構そういう意味では、食材は。保存は効くんだけど、それを作るのが大変だよ。うん